久々のエッフェルの松川さんなんですけども、これね X を3ヶ月ぶりにねこれの更新しまして、はい、これ皆さんねこれ期待通り炎上しておりますと。でところがね、実はこれほとんどの方知らないと思うんですけども、この X の問題だけではなくて、松川さん自分のブログにあのフランスについて、まあこれ報告書なるものをとうとうとね、これものすごい分量なんですけども、しっかりしたものを上げております。それを後半に紹介したいと思います。ということで、もうこの写真はもう皆さん見分けたと思うんですけども、例の女性局のこの問題ですよね。自民党にとどめを刺した私は事件だと思っておりますが、松川さん、はい、これが彼女のポストになるんですけども、3ヶ月ぶりにねポストして動きましたよね。で内容何かと言いますと、した世耕さんがね本会議の代表質問が終了したということで、これ岸田首相に対しましてね、かなりきつい嫌味を込めてね、かなりとうとうとやったんですよ。ところがね、松川さん、これね何考えてるんだと思ったんですけども、今日は岸田総理の所信表明に対する代表質問があり、世耕幹事長が質問に立ち、吉田松陰のね天下構成を持ってね己が任となすべし、つまり目先の結果を出すことに焦るより、この国の未来をどうするかという大きな視点で取り組んでもらいたいと総理にエールを送られましたと。私にはあれがエールとはとても思いません。世耕さん相当イラついていってると私は判断してるんですけども、松川さんね、あのエッフェル事件があった後になぜか人事でこれ厚遇されて昇格していますからね、なんか知んないけどね、こう松川さんとしてはこういう反対のこと言えないんでしょうねって、まあそれはいいでしょう。でね、今回のポストなんですけども、当たり前ですけどこういう事態になっております。上、あなたがエッフェル松川るい、16世様ですかと。炎上した後全然投稿されないから初めて投稿させていただきます、以後お見知りおきよと。あと下の方ね、先月フランスへラグビー観戦に行ったんですが、ゼロ星ホテルに泊まったりレストランを控えたりしてできるだけ支出を抑えたつもりでしたが、20万円ほど足が出てしまったので税金で補填していただけませんかと。フランスの文化等についてはあなた方より多くを学んだ自信がありますと。ものすごい嫌味なんですけども、その通りですよね。本来であればね、あの時期というのはこれ移民が大暴れした直後ですから、移民が暴れたところを視察すべきなんですけども、移民が暴れたところは危険ですから近寄らないでくださいと、もう完全に観光旅行状態になってましたよね。でところでね、その世耕さんなんですけども、本会議で代表質問しました。ここにね、すごく短い部分なんですけども、世耕さんのこの質問シーンをねこれ動画に上げますので一回見てください。しかし残念ながら現状において岸田総理の決断と言葉については幾ばくかの弱さを感じざるを得ません。その弱さが顕著に露呈したのが今回の減税にまつわる一連の動きです。9月25日に総理は税収増を国民に適切に還元すると表明されました。しかしこの還元という言葉が分かりにくかった。自分で決断するのではなく検討を丸投げしたように国民には映った。総理のパッションが伝わらなかった。その後この還元という言葉が一人歩きして、給付なのか減税なのか、はたまた両方なのか、総理の真意について与党内でもさまざまな憶測を呼んでしまいました。いかがでした？これだけのシーンじゃなかなか分かりづらいと思うんですけども、世耕さん曰く本会議での代表質問が終了、リーダーシップのあり方については少し厳しめに中言もね盛り込みながら、経済政策には大きな視点でね、こう完全なデフレ脱却うんぬんというふうに書いてありますけども、これはね他の指揮者の方も言ってますけども、これ世耕さんね、散々この減税だとかいろんなことについては自分は数字を出して提言してるのに、あの岸田首相がねもうとにかくなんかのらりくらりとして動いてくれなかったと。だから世耕さん間違いなく内心イライラしてたってみんな言ってるんですよ。ところがね、松川さんあんなおかしなことをねこれをこうツイートと言いますか、これポストしていたでしょ。私から見てももうデタラメとしか言いようがないんですけども、さあ後半なんですが、こちら松川さんのこれはホームページになるんですけども、右側見てくださいね、上からねこれインスタ、これは X、Facebook、YouTube、そしてブログってあるでしょ。でブログをねクリックするとこういうところが出てくるんですよ。私はねあの一件があってから松川さんのブログとかねホームページは毎日チェックしてます。本当ですよ、毎日チェックしていますので、実は松川さんが今回ねブログにあのフランスのことを載せたことはね私知っていたんです。ただね内容を見て、まあこれだけ動画で取り上げるほどでもないなと思ったもんですから、ずっとパスってねこれスルーしていたんですけども、まあ X の件がありましたので
これもね、皆さんに合わせてご紹介したいと思います。これまずは10月2日なんですが、女性局海外研修についてということで、要はね、ごめんなさいなんですよ。ごめんなさいねと。でもひどいでしょう。このね、赤枠の下2行を見てください。本来もっと早く皆様にお話ししたかったんですが、諸般の事情でこのタイミングになってしまいましたと。諸般の事情って何なんでしょうかね。これはね、あなた方の都合でしょ。何が諸般の事情だって言いたいんですけども、これ全く話になりません。そして次のページなんですけども、この研修は自民党女性局が約5年ごとに行っている女性局の海外研修ですってうんぬん書いてありまして、そして下から2行目ね、地方のこれ女性議員たくさん参加しましたけども、党務としてご参加されただけであり、責められるべきではないということをご理解いただきたいと思いますと、まあ、ここでも言い訳をしている。そして下の資格見てください。これが非難、集中報告を浴びましたね。また、研修報告書については、通例通り女性局長として事務局とともに報告書案を作成し、9月上旬にすでに党本部に提出済みですと。で、この提出済みだということはニュースになって、よっしゃー、これでね、あのフランスで何をしていたか、みんなこれでね、知ることができるぞと思ったら、それは教えないよということで、ふざけんなーってことになったでしょ。これはね、自分のお子さんも連れて行ってるので、しかもファーストクラスだと、まあ、ファーストクラスだろうということで、もう表に出せないわけですよ。事実上出せないでしょ。で、あれだけ批判を浴びたわけなんですよ。なのに、副幹事長ということで昇格してしまったと、もう自民党も完全にボロボロ、ズタボロ状態になってるわけなんですよね。でね、さっき冒頭に言ったんですけども、まあ、ここまではいいんですが、実はね、フランスの内容について、これ松川さん、これ自分で書いてると思うんですけども、相当な長文、これ結構ね、しっかり書いてあるんですけども、実はブログにフランスのことを載っけてるんですよ。はい、例えばこれ、私自身以前から3歳からの幼児教育の義務教育化には関心があり、これまでも有志勉強会を開いたり、昨年の参院選挙においても自分自身が追求していきたいと政策として掲げたと。まあ、この文を見ましてもね、他にもちょこちょこ出てくるんですけども、これは代筆じゃないだろうなと、まあ、松川さんがね、これ書いてると思われますと。まあ、こんなことっていろいろ書いてあるんですよね。で、またこれ他のページなんですけども、日本では語彙習得については日本の幼稚園、保育園なども一定程度行っているところあるもののと。で、これ、防線あるでしょ。国語の数的概念を幼児期から教えることの重要性については日本としても大いに参考とすべきであると。まあね、参考とすべき、うん、ここであんまりね、このことについて私、松川さん叩く気なくてですね、これ自体というのは、おそらく松川さんね、これ全部文章を私ね、読んだからわかるんですけども、確かにいろんなこと、細かいことは見てるなっていうのは、これ納得できました。ね、納得できたんですよ。ああ、さすが松川さん、頭脳明晰だなと。文章もしっかりしてるし、今回幼稚園とかいろいろ見てね、いろんなことを見てきたんだろうと。それは分かりました。ただね、それをね、しっかり報告してほしいんですよね。そこがこう不満なんですけども、じゃあ他のとこ行きましょう。例えばね、これね、幼児学校の先生は子どもに対する教育に専念し、例えば、お昼寝の時間、管理、見守りは自治体職員が行うなど、先生が教育に専念できる仕組みができている点は、我が国もぜひ見習って、自治体レベルでなく、国レベルで実現すべきだと思っておりますと、うんぬん書いてあります。で、これ私知りませんでしたね。フランスというのは、これまあ園児がね、寝てる。お昼寝というのは、これはね、また別の職員がなんかこれ面倒見るらしいです。だからこの間先生というのはもう何も気にしなくてゆっくりしていられると。で、これなんかは、需要あると思いますよ。ただね、こういう報告をして、いやー、これいいと思うんですけどもねって、うん、日本でもこういうことね、できるといいよね。はい、じゃあそういうこと。これじゃ話になりません。フランスに遊びに行ったとと同じです。ただね、これをね、もしこれは松川さんが法制化するなどしてね、本当にこういう法律を作って、必ず児童が寝てるとこ、園児が寝てるときには、別の人がこの面倒を見るというね、じゃあこういう法律を作りました。しかもね、他のところに全然幸せいかずに、こういうことを作って、そしてそういうね、費用の面もね、ちゃんとこれ解決して、幼稚園の先生がその間ゆっくり寝られるというんである、休めるというんであれば、これはね、ものすごく喜ばれることだと思います。だからここまで法制化して実現したら、私ね、今回、いや、松川さん、さすがだねと、5年前にあんなに叩かれたんだけども、まあ、よくね、こんな法制化したねと、これについては私はあなたに一目置きたいと思いますと、まあ、5年後ね、これ議員やってられればと、もう改選してますからね、どうなるか分かりませんけども、これやったらね、私はある程度は認めたいと思っています。
ね、まあ、叩くのは簡単なんですけども、これはこれでいいと思います。ただね、問題は何かと言いますと、今お話ししましたようにフランスではこうだったと、で見てきたというのはよく分かりました。ただこれを日本に参考にして取り入れて法制化するというところまでいけるかどうかでしょう。これやらないと全く意味がないんですよ。そしてもう一つ、これ国民の関心事というのは、フランスに行った時ね、これはもう下世話な話ですけども、ファーストクラスで行ったんかとか、そういう例えばね、そういうこと。そしてもう一つは、お子さん連れて行った、子供連れて行ったんだよなと、あれはどうなったんだと、そこが知りたいわけでしょ。一番知りたいところは隠しちゃってるんですよ。で、それをここに乗っけたんであれば、私は評価しますよ。子供を連れてきましたと、理由はこうです。あるいは、ファーストクラスで行きました。ファーストクラスで行った理由はこうです。これを乗っけたんであれば、お、松川さん、やったじゃないかと。それはそれで評価しようと思うんですが、一番知りたいところは隠して、そしてね、こういう論文だけ、これね、わーっといっぱい書いてあるんですけども、おそらくね、なんかちょっとね、ここになんか抵抗感あったんじゃないですか。報告書は隠してるわけですよ。だからせめてフランスで見たこの子供の児童の実態というのは長々といっぱい書かないと、ちょっとこれはね、罰が悪いなと思ったんでしょうね。普段ね、こういう研修があった時こんなに書くんでしょうかねっていうのが私は疑問になっておりますけど、皆さんどう思われますか。松川さんの話はここまでなんですけども、松川さんと言いますと、どうしてもこの今井絵理子さんも取り上げざるを得ませんよね。今井さん、松川さんと違いまして、これはね、メンタルが相当強いんでしょう。もうね、全然気にせず、これね、ポストをね、しまくっております。そしてポストをね、こうやってしますと、これ何ですか、国会対策副委員長になった、頑張りますって書いてあるんですが、毎回書くとどうなるかというと、ドーンとみんなにいっぱいいろいろこうやってね、書かれてしまうわけなんですよね。例えば、はい、これですよね。定期リマインド、今井さん、また追って活動報告します。発言から早3ヶ月、活動報告はまだでしょうかと、はい、したところで、国会対策という意味は理解していますか、なんてこと書かれちゃってますよね。そして、これなんかね、これ10月11日なんですけども、今回のこれは徳島高知補選でしょうか、自民党の議員、これ西内さんですが、圧倒的大差をつけられましたけども、そこに応援演説に行ってるんですね。いやー、西内さんもね、この人に来られてもなと思ったんじゃないでしょうか。ということで、今回ね、これ本題としては松川るいさんなんですけども、いかがだったでしょうかね。X 松川さん、ね、これ書くのね、恐怖だったと思いますよ。3ヶ月ぶりに書きましたと。書いたらね、そう叩きに合うこと分かってましたからね。もうとんでもないと。まあ、精神的に来てるのはこれは事実だと思います。でもね、これ私ね、同情する気全くないんです。なぜ同情しないかというと、これはね、松川さん、最後までね、逃げてるからなんですよ。そうでしょ。あの報告書もちゃんと出してください。で、ファーストクラスの件もお子さんの件もちゃんと出してください。そしてね、もしこれ私間違ってないって言うんであれば、突っぱねてくださいよ。で、間違ってるってではことであれば、全部出した後にごめんなさいと謝罪してください。そうすればね、これは叩く側も、じゃあここで一回線を引こうじゃないかと。納得はできないけども、一回線引きましょうってなるんですよ。線をね、引かせるようなタイミングをね、あなた完全に意識してね、これ逃げてるんですよ。だからいつまで経っても、ちょっと X をすると、わーっと書かれるってことになっちゃうんですよね。はい、ということで今回ね、松川さんの話でございました。でね、これが最後なんですけど、これ私今日ね、イオンに行ってきたんですけども、皆さん、イオン知ってます？イオンというのはね、このレジの混雑を避けるために、こんな形でね、端末を貸し出してね、この物を、商品を取って籠に入れるために自分であのね、スキャンして入れて最後に精算するっていうことをやってるんですけども、このシステムが全く普及しないんですよ。なぜかというともうね、とにかく必面倒くさいんですよね。この下のあの、ほら、真ん中に白い枠できてるでしょ？白い枠ってここですよ。この枠ね。ここに対して、この商品のバーコードをね、裏に回して読み取らせるんですけど、これがなかなかうまくいかないんです。しかも全部読み取ってレジに持っていくと、またそこになぜか係員がいまして、点数が合ってるか確認しますみたいなね。何やってるんだと。なんか日本政府のね、あの去年のあのね、この流行り病の対応みたいですよね。デジタル化するとか言いながらね、入力を、国民に入力をさせて、それをね、係員が見て手で写し替えてるみたいな、もうそんなバカみたいなことをね、思い出しちゃってましたけども、まあ、イオンね、こんな形でやってます。これおそらくなくなると思いますね。